あの一緒、素手と一緒、素手と一緒。どうも、キョスです。皆さんは、まあ、モテる男って言ったらどんな男がモテると思いますか？まあ、やっぱり女性の皆さんは、まあ、自分を守ってくれるとか、そういう意味で強い男に憧れるんですよ。ギャルって大体そういうなんか筋肉がいい感じの人か、もう入れ墨ごっつりの人かと付き合うじゃない。まあ、それと一緒、強そうでしょ。強い男もしくは強そうな男っていうのは大体モテるんですよ。なので今回は僕が強いっていうところを見せるにはどうしたらいいかっていうことを考えた結果、まあ、パンチ力なんじゃないかなと。まあ、やっぱ喧嘩強いみたいなところをお見せすると、まあちょっと女性の皆さんはまあそこに、あ、気をつけて、強いんだ、かっこいい、好きってなっちゃうんじゃないかと思いましたね。こちら、丈夫な強化磁器っていう、なんかね、100均でお皿を買ってきたんですよ。今回はね、こちらをグーパンで割ってきて、俺皿割れるよ。かっこいいわけがないけども、別にかっこよくはないけど、なんかちょっと強そうでしょ。ということで、今回は皿を割っていきたいと思います。はい、それでやっていこうということで割ります。うわ、怖えな。3、2、1。はい、3、2、1。レッツ皿割り。危ないよ。いや、ちょっとちぎった。ちょっとちぎっちゃった。今のはちょっとちぎりました。手が痛いもん、絶対。ちょっと、もう一回やらせて。ちぎっちゃうよ、そりゃ。俺、人も殴ったことないんだから。じゃあ、いくよ。3、2、1。レッツ、皿割り。ダメだやつだ。ダメなやつです。めちゃくちゃダメなやつです。で、普通に違う痛いやつだ。っていうことになるんですよ。もうしょうがない、こればっかりは。俺思ったんですよ。なんでこれ割れないのかな。痛くて、ビビっちゃうんですね。痛くてビビっちゃうんですよ。どうしても。ビビっちゃって力が制御されてしまう。だから割れないんですよ。なので、ちょっといろいろ考えてきました。痛くないように殴るにはどうしたらいいか。いろいろ考えてきましたんで、今回は、それを実践しつつ、どうにかこうにかこいつを割っていきたいと思います。まずこちらですね。シンプル軍手。軍手っていうのは、いろんな工事の作業とかね、まあ、解体とか、まあ、そういうのでよく使われますから、だいぶ安全なものになってくると思うんですよ。なので、この軍手をつけることによって、がっつり殴れると思うんですね。思ったんですけど、こっちは守られてるじゃない？なんかカシャカシャしてるでしょ？こっち、布なのよ。絶対痛いよね。ミスター、全部守られてるやつ買えばよかった。いや、ちぎらず行こう。ここは痛くないと信じて、ちぎらず行こう。それでは、行きます。3、2、1。レッツ、軍手。一緒、素手と一緒、ほぼ。痛い。はい、お次はこちら、プチプチですね。これ何のためにあるかって言ったら、もう外からの衝撃を吸収して、物が割れたり壊れないようにするためにあるんですよ。ということはですよ、衝撃をこのプチプチが吸収してくれて、奥の手を守ってくれるんじゃないかと思ってですね、絶対大丈夫なんですよ。これをちょっと厚めにもう巻きます。はい、これでプチプチパンチが完成しました。これで殴ることによって、プチプチが吸収してくれるんで全然痛くないですね。それじゃあ、これで殴っていきましょう。それでは行きます。3、2、1、レッツ、プチプチ。痛くないんです。プチプチで守られて、めちゃくちゃ痛くなかった。もうびっくりが勝ちすぎて。見てください、こんだけ粉々になってるっていうことは絶対怪我してそうでしょ。取ります、プチプチを。怪我してます。血が出てますね。どうしよう。尺的にもね、割れる予定じゃなかったから、ちょっと切れてるぐらいなんで大丈夫です。全然プチプチで殴ることによって、こちら側は全然痛くないし、割れる。ということで、尺が足りてるかどうかがすごい気になるところでは
あるんですけど、あのプチプチによってあの手が守られて最強のグーパンを繰り出すことができました。いや、あの本当にね、こんな予定じゃなかったんです。あと本当は2つあったんです。あの僕のネタが、皿を割るためのネタがあと2つあったんです。あ、まあ多分短めにはなっちゃうと思うんですけども、今日の動画ありがとうございました。皆さんは絶対にあんまり真似しないようにしてください。強く見られたいと思うならば普通に筋トレしてください。筋トレするかもう入れ墨を入れてください。そしたらね、あの強い男に見られると思うんで、こんなに皿が割れてあのびっくりしたから、別に強いものも強いと思われないんで、なんとか頑張ってください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。あのさよなら。すいません、なんか片付け軍手めっちゃありがたいわ。